多摩地域、多摩地域、多摩地区、三多摩、多摩とは、東京都のうち、区部、旧東京市と、東所部、伊豆諸島、小笠原諸島を除いた市町村部を指す。東京都民の約三分の一がこの地域に居住している。おおむね両政国の多摩郡に相当し、行政の中心地である武蔵国の国府や国分寺が置かれた地である。関東平野の おおむね武蔵野大地、玉川低地及び玉丘陵に位置する。特に東部は刷毛による坂があるもののおおむね平地であり、市町村各自治体面積も50平方キロメートルと広くはない。玉川より北は大地が多く、玉川の南又西部は比較的丘陵地帯が多く山岳部もある。気候は太平洋側気候に属するが、やや内陸部に位置するために、 内陸性気候の特徴も併せ持っている。八王子市や大梅市は冬の最低気温に関して東部とはかなり異なり、氷点下まで下がる地域が多く、井戸の割に寒い地域と言える。中でも奥多摩町の寒さは特に厳しく、1月2月においては低く、摂氏10度を下回ることもある。逆に夏は23区よりも暑くなることも多い。 西部ほど内陸性気候の特色が強く出る傾向にある。奥多摩と呼ばれる山間部は関東山地の東園にあたり、暖温大林、冷温大林の生育環境にあたる。第二次世界大戦後の拡大増林により人工林である杉林が多い。また、多摩丘陵には落葉紅葉樹林を中心としたいわゆる里山が広がる。旧 武蔵国摩郡であった区域のうち、東多摩郡を除く、西多摩郡、南多摩郡、北多摩郡の3つの地域の総称。大多摩川と秋川の合流地点よりやや東の米軍横田飛行場付近から、西が西多摩地域、それより下流の多摩川の南側が南多摩地域、北側が北多摩地域である。タクシー業界では、武蔵野市と三鷹市が、 路線バスの運賃地域区分ではこれに加えて、調布市と狛江市が特別区扱いとなる。電話の単位料金区域、MA では、狛江市の大半と調布市、三鷹市の各一部が特別区扱いで、市外局番03である、参考までに兵庫県山ヶ崎市が入っている、大阪市の06とは異なり、03は都外では使われていない。03以外の区域は、 零四二八の大名料金区、山梨県北鶴郡小菅村、田場山村を含むと零四二二の武蔵野三鷹料金区を除き、1997年、平成9年から1998年、平成10年にかけての移行後、現在は神奈川県相模原市の大半及び山梨県南鶴郡道志村の一部を含め零四二に統一されている。しかし、料金区は、 以前、武蔵野三鷹、国分寺、立川、八王子、相模原、大梅に分かれており、違う、料金区にかけるときは、頭に、市外局番をつける必要がある。玉地域内を区分する場合、旧来の軍、下記参照に合わせた玉南部、玉北部、玉西部、あるいは南玉、北、玉、西玉の三区分とする場合が多いが、おおよそ、立川市を境に、 多摩東部という区分をすることもある。それ以外にも、細分化している団体なども存在している。多摩地域は、平安時代中期に、演起式において、武蔵区に摩軍とされたのが始まりである。明治維新後にこの地の旧天領、旧旗本領は、武蔵県、にら山県などに編成された一方で、各藩の領地はそのまま、各県の飛び地となった。 多摩郡の内東部の各村は、武蔵県に編入され、品川県を経て1871年、明治4年に、東京府に編入された。北南西部の各村は、にら山県に編入され、小田原県、神奈川県を経て、1893年、明治26年に、東京府に移管された。1878年、明治11年の、 軍区町村編成法施行によりそれぞれ東京府及び神奈川県を置いて東多摩郡、西多摩郡、南多摩郡、北多摩郡の4軍が成立した。東多摩郡は1896年、明治29年に南豊島郡と合併して豊多摩九1932年、昭和7年には東京市へ編入となって消滅し、北多摩郡と南多摩郡は 軍内全庁村の市政志向に伴って1970年、昭和45年、1971年、昭和46年に消滅した。これにより、旧玉郡4郡で軍名を残すのは、西玉郡のみとなっている。本来の玉地域は、両政国の武蔵区に玉郡にあたる。この定義を用いた場合、旧東玉郡に属する地域、中野区、杉並区の全域と、 旧北多摩郡に属する地域、世田谷区の旧木沼田村、旧千歳村は他地域に含まれ、埼玉県から編入された旧北足郡、旧新座郡に属する地域、西東京市のうち旧豊谷市の地域と、旧入間郡に属する地域、水穂町のうち旧元佐山村の地域は、多摩地域に含まれな。東京都の特別区と当初を除いた地域を指す、名称としては、 玉地域の内東玉郡を除く、西玉郡、南玉郡、北玉郡の玉三軍域という意味で三玉の子を用いる場合あるが、前述の通り、世田谷区の旧鬼ヌ村、旧千歳村の区域が北玉郡であったため、これも正確な表現とは言えない。また姿勢志向等により、西玉郡以外の二軍は消滅した。そのため、三玉の子の使用頻度は減少しつつある。 ただし、旧軍名については、地域名称として、例えば、東京都議会の北、多摩第一、第四、西多摩及び南多摩の各選挙区分として利用されている、東京都議会選挙区。東京都内や、都内という場合には、多摩地域や、当初も含めた東京都全域を指すが、かつては、特別区の対語として、多摩地域を、とかと呼称されることがあった。義で使用される、 県内、県下や、府内、府下などとは意味が異なり、東京府時代に、東京市内、東京府下として使用された故障が、1943年、昭和18年7月の東京市、東京府の合わせによる、東京都発足の際にそのまま、特別区内、23区内と、東京都下に呼びかえられたことで起こったもので、慣習的な表現である。現在は、俗称の、 とかという表現が使われる機会は減少しているほか、多摩地域を見下した表現という誤解を与える可能性などから、とかという名称は公的には極力使用しないようにされている。また、このような理由から多摩地区は人口が少ないと思われがちだが、実際には多摩地区だけでも400万人以上の人口がおり、多摩地域より人口の多い道府県は東京都以外では神奈川県、 オ府、愛知県、埼玉県、千葉県、兵庫県、北海道、福岡県などしかない。多摩地域に加えて、神奈川県の国道二百四十六号沿線、川崎市の多摩区、麻生区、宮前区、高津区、横浜市青葉区、緑区、鈴木区や相模原市、埼玉県の内急入間県、所沢市、鞘山市、入間市、川越市などの南西部は、電気、 電子機械製造業の工場、開発拠点、大学などの教育研究機関が集積しているため、旧通商産業省関東通商産業局は、この一帯を総称して、広域多摩地域と名付けた。また、多摩産業活性化協議会は、この広域多摩地域の総称を、テクノロジーアドバンストメトロポリタンエリア、技術先進首都圏地域の当時をとって、多摩と名付けた。また、 これらの地域は、多摩地域とのつながりも深い。東京都が、多局分散型国土形成促進法により初期能の,の立地促進を行うもの。八王子、立川、大梅、町田、多摩ニュータウン、多摩市、相模原市の6カ所がある。現在の多摩地域は、両政国の武蔵国多摩郡に相当するが、 534年の武蔵国作りの乱の後に建上された四つの三宅の、うちの一つ大郡三宅、大井の三宅、おほ日の三宅の位置は、多表を、多松、多摩の五きとして、この多摩郡、多摩郡と呼ばれた時もあった、特に現在の東京都秋篠の市付近であると推測されている。立了制において設置された前述の多摩には、武蔵国の中枢機関にあたる、 国府、現在の府中市と国分寺、国分寺市、一宮小野神社、多摩市、二宮二宮神社、秋篠野市が置かれた。なお、武蔵区には、現在の東京都及び、埼玉県の葛飾郡以外の地域と、神奈川県北東部を含む広い半島だった。この地域の一部には、古代から帰還人が移住していたとされ、航空人千七百九十九人が集められた、高来軍、 白木人十四人が集められた白木軍、新座軍が置かれた。また、亀塚古墳のある、狛江郷、狛江市は、高栗に由来するとする説もある。縁起式神明朝には、足立軍に、北川神社、明神大社、玉軍に、秋留神社、小野神社、市宮、青井神社、穴沢天神社、大窓目の豆の天神社等が見える。対して、後世に、 武蔵国僧者とされた大国魂神社や、東京特部の神社として、著名な神田明神や日枝神社の名は見えない。平安時代後期、鎌倉時代には武蔵七党などの武士団が勃興した。鎌倉後期の現行三年、1333年5月には、上野国の新田義貞が挙兵し、義貞勢は南化して5月15日に、武蔵府中で、 鎌倉幕府勢の北条を安家破り、部外河原の戦い、鎌倉へ進行した。戦国時代の多摩軍は、関東管領の上杉氏による支配を経て、江戸を本拠地とする小田氏や小田原、神奈川県小田原氏を本拠地とする戦国大名である後北条氏の地盤となった。北条宇治政の弟、北条宇治テルは、八王子城、八王子市を築き、 西方の開国の武田氏に備えた。その後北条氏も豊臣秀吉の小田原征伐によって没落した。江戸時代には幕府の直轄領、五領や旗本領となり、八王子塾には関東各地の直轄領を支配する大官十八人が駐在することとなり、武田氏旧神の大久保長安が大官頭を務めて、多摩地域の開発と甲州街道や大梅街道の 整備に当たった。また、江戸幕府は、国境警備のため、八王子塾周辺の農村に、八王子千人同心を配した。このため、玉地域は、江戸幕府への忠誠が扱った。近藤勇、玄長府市、土方都市造、玄比野市など新選組主要大使の出身地も、この地域である。玉群内の旧幕府、旗本領は、にら県や品川県などに編入されたが、 川越藩領との遺憾も含めて、拡張村ごとの管轄の変遷は極めて、錯綜している。1871年、明治4年8月29日、旧暦7月14日の廃藩地県を、同年12月、旧暦11月に、多摩郡は東京府と入間県に分割されたが、多摩郡内が横浜に居留する、外国人の遊北域に含まれるとの神奈県知事。 むつむねみつの上進により、全域が神奈川県に移管された。ただし、東部の中野村ほか31村、現在の中野区、杉並区は1872年、明治5年9月に再び東京府へ移管された。1878年、明治11年11月に施行された、軍区町村編成法により、神奈川県管下の区域は3分割され、西多摩郡、 南多摩郡、北多摩郡に、東京府間下の区域は、東多摩郡となった。この後、多摩三郡は1893年、明治26年に、東京府へ移管された。この理由は、帝都の水源である多摩川や多摩川上水を、東京府の管理下に置くためとされた。しかし当時の政府が、日清戦争に備えての海軍力増強予算を、 帝国議会で成立させるためだったという説もある。それは、この時期の多摩地域は自由民権運動の中心でもあり、五日市憲法草案、秋の市もこの地で生まれている、この時期には自由党の地盤でもあった。これは、多摩地域に養産業を中心とした製造業者とそれを横浜港から輸出する流通業者が多く、軍事よりも、 産業振興を求めるそうだったからであると言われている。軍事大造強を阻もうとする自由党の地盤を行政区画の変更という手段で解体したのではないかというものである。遺憾の際に反対運動の中心となったのは自由党の戦闘組織である三玉総師団だった。大阪事件以降の村の常右衛門や森久保作造は東京市政において大正末頃まで 大きな影響力を及ぼす。多摩は名簿家で、民権家で同時に、多様な集団の受け皿となった人物を多く、排出している。1895年、明治28年に、内務省が東京十五区を政府の管理下に置くために、東京都政及び多摩県設置法案を出したが、帝国議会や東京市民から自治権を奪うものだとして、反発を受け、 誠実には至らなかった。しかしこの時期、多摩県構想や武蔵県構想は実際に存在した。多摩県構想は多摩三軍のみで県を構成する案だった。この構想での県庁所在地は八王子市である。一方、武蔵県構想は東京市、発足当時の中国を除く東京府、すなわち多摩三軍と豊玉軍、北豊島軍、江原軍、 南足立軍、南葛飾軍を含めて、県を構成する案だった。この案では、豊玉軍内藤原宿町、1920年、東京市四谷区に編入あるいは、八王子市に県庁を置く案があった。1907年、明治40年4月1日、埼玉県北足立軍方屋村が、北多摩軍に編入された。1932年、 昭和7年10月1日、東京市が二塾区制に編成されることに伴い、豊玉郡が東京市に編入された。1936年、昭和11年10月1日、北玉郡絹田村、千歳村が東京市世田谷区に編入された。1943年、昭和18年7月1日、内務省によって東京市と東京府は廃止され、 東京都が設置された。東京都発足時、道路、公共施設等の都市基盤の整備状況は特別区と、三玉地域とで大きな差を生まており、三玉格差の号が生まれた。第二次世界大戦後のこの地域には大規模な住宅団地や工業団地が進出し、多摩丘陵には全国最大規模の多摩ニュータウンが建設された。このニュータウンの完成に合わせて、京王相模原線、 小田急多摩線が開通した。また、特別区のキャンパスが手狭になった大学の移転も相次いだ。1958年昭和33年10月15日には埼玉県入間郡元狭山村が西多摩郡水穂町へ編入された。1964年昭和39年に開催された東京オリンピックでは八王子市に仮設された。 八王子ロードレースコースにおいて自転車競技が行われた。また1967年、昭和42年、全国第2の高速道路として、中央自動車道が開通した。この道路の初めての開通部分は、調布インターチェンジ、八王子インターチェンジで、いずれも多摩地域内である。1970年、昭和45年、狛江町、大和町。 清瀬町、久留米町、村山町が、市政志向により、それぞれ、狛江市、東山都市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市となり、軍より離脱、これにより北多摩軍が消滅した。1971年、昭和46年には、稲城町と多摩町が、市政志向してそれぞれ稲城市、多摩市となり、軍より離脱、同日南多摩軍消滅。 1991年、平成3年には、羽村町が、市政施行して、羽村市となり、1995年、平成7年には、五日市町が、秋川市と合併し、秋る野市が発足、西多摩郡により離脱。多摩地域に不足している南北間の交通を補完する目的で、1998年、平成10年に、多摩都市モノレールが開通した。また2002年、 平成14年にはこの地域内に首都圏中央連絡自動車道、県大道東京都内部分が初めて開通。2007年、平成19年にはこの地域内にある八王子ジャンクションが共用開始されたことにより、中央道と関越道とが県大道を介して接続された。2007年、平成19年12月には、 町田市と相模原市の間を流れる境川の改修に伴い、漁師の境界線が変更された。2013年、平成25年には、多摩地域と東所部を中心とした国民体育大会、第68回国民体育大会が開催された。現在、多摩地域には26市3町1村、計30の自治体がある。以下のように区分けされている。 東京運輸支局も参照。1993年、平成5年4月25日から同年11月7日まで、多摩東京遺憾100周年記念事業として、市民、大学、企業等が市町村、東京都と,と提携して、多摩ライフ21が開催された。多摩地域の自治体は、公営競技、ゴミ処理などで一部事務組合を作っている。なお、以下はそのすべてではない。 BR 多摩地域の消防については、かつてはすべての市町村が単独及び組合の消防部を設置していたが、現在では稲城市を除いて東京特部の消防本部である東京消防庁へ委託する形となっている自治体が設置した一部事務組合ではない。多摩地域の観光地を参照。主要幹線鉄道は明治から昭和初期にかけて完成している。 多摩地域内営業所のみ記載また多くの自治体で利用者無限定で有料のコミュニティバス及び利用者限定で無料の福祉バスの運行を行っている。ただし日の出町の福祉バスは町民なら誰でも無料で利用できる。またひばる村では定時便のほかに予約があった場合のみ運行する予約便を運行している。多摩地域を舞台にした文芸作品には 著名なものとしては、国木田どっぽの、武蔵野や大岡翔平の、武蔵野夫人などがある。戦前に、吉祥寺に在住していた、横溝正史には、新十郎、吉祥寺、黒猫亭事件、武蔵野の面影が残る町、殺人鬼、吉祥寺、夜歩く、小金石、女王鉢、大梅市など、多数の作品がある。他の作家の近年の作品としては、 武蔵村山市を舞台にした、アウト、国分寺市の、さらば国分寺書店のおばば、村上龍の芥川賞受賞作で、福佐市が、舞台の、限りなく透明に近いブルー、三津田新造の奥多摩を舞台にした、推理小説、首胸ごとき、たたる者、米沢実のの武蔵野市を舞台にした、追走号談笑などがある。また、漫画作品では、東久留米市の、 メゾ、ん、一国、吉祥寺の、ジーテオ、六デナシブルーズ、国立市の、姫ちゃんのリボン、福祉市の、川よりも長く緩やかになどがある。杉並区や練馬区と並ぶアニメスタジオの地盤ともなって、おり、スタジオジブリが、小金井市に、タツノコプロが、国分寺市に、新栄動画が、西東京市に、日本アニメーションが、多摩市に本社を置いているなど代償スタジオが多数ある。 スタジオジブリのアニメ作品には、魂を舞台にした平成狸合戦ポンポコ、耳をすませばアニメ映画版ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。